はい、こんにちは。秘密の宝箱、佐藤和也くんです。前回と前々回か、3回くらい続けてお母さんの話を、海のお母さんの話からなんかちょっとこう、エヴァンゲリオンとか、まあちょっとこう、触りを話してたら、ちょっと前回の今俺聞いたんだけど、やっぱこれ頭おかしい人が喋ってんだろうって思うね。これ、やっぱり頭がおかしい人が喋ってるようにしか聞こえないわな。不思議だね。でも、頭がおかしいって思ってない信頼関係のある人でも、急に今みたいな話したら、お前のことは気違いだとは思ってないけどさ、それはやっぱ不思議な話だねって言って。で、例えば翌日そのことを話しても、まだ言うんだ、それ。でも、お前のことは気違いだとは思ってないけど、その話はちょっと不思議。でね、結局ね、俺思うんだよね。この不思議すぎる話って印象に残らないんじゃないかな。その実際に起こったことって思わないから、自分の心の記憶の中のどこのポケットに入れていいかわかんない。ので、つまりまあ保留みたいになっちゃって、印象に逆にな、残らないんじゃないかなって、なんかふと思って。で、なんだろう、前回の俺の言ってる話、30年も前にエヴァンゲリオンの話を言ってたお母さんの話とか、なんかそういうのを聞いた人はさ、やっぱ佐藤和也って頭がおかしい。でもそうとしか合理的に考えられない。そりゃそうだよね。そりゃそうだと思うよ。でもさ、ちょっと想像してみてよ。多分2000年ぐらい前になるわけ？イエス・キリストが海の上歩いたり、死人を生き返らしたり、まあ、したときに、実際にそれを見た人はともかく、見た人ですら、2、3年したら忘れちゃう可能性あるよね。あ、そんなこともあったなって。あまりにもさ、非現実的なことを見せられるとさ、ああ、実際にあったんだけど、そういえば、忘れてたみたいになっちゃうんじゃないかな。日常的に起こればさ、そう、覚えてんだろうけど、あの通り曲がったところに、いつもなんか悪い奴がいるから、あそこ気をつけろよ、追い犯人がいるぞとか、強盗があの辺よく出るぞとか、痴漢が出るぞなんて話だったらさ、危ないから一回聞いただけでも覚えてるけど、なんかちょっと非現実的な話っていうのはいくらされても、やっぱり自分の心のどこにポケットに差し込んだらいいかわかんないから、忘れちゃうかもしんないなって思ったりするよね。で、そうね。そうね。お母さんの話を3回した後で、ちょっとママの話をしてみようと思うんだけど、ママはもう本当に、自分の親だと思ってたから、俺は。45歳で秘密の宝箱を書いて、そして、本当に完全に忘れてた記憶を思い出すまでは、自分の生みの親だと信じて疑わなかった。そのママが、あ、育ての親だって知ったわけだから、その話を聞いたとき、やっぱショックだったよ。で、本を書き終わってから思い出すことってかなり多くて、またちょっと頭がおかしいのかと思われそうな話をするけども、まず本を書き終わってからの俺って、ずっとね、テレパシーでつながってたんだよね、お母さんやママと。だからこの話するとさ、一般の人の感覚で言うとさ、へえ、夢で出てくるんですか？的な。夜になるとつながるの？みたいな。そうじゃないのよ。朝から晩まで昼間ずっとつながってんの。極端に言うと24時間。で、聞くのよね。まあまあ、あれから8時間経ってっけど、そっちでは何分っていう。あれから10分ぐらいしか経ってないよって言うんだでね、展開では。だから、昼間、要するに、俺がタクシーの運転手やってる時に、喋って、まあ、忙しかったから、もうずっとママとも喋んない。家に帰って、寮に帰ってきてから、ベッドの上で、あれから8時間こっち経ってるけど、そっちで何分経ってんのって言うと、すごくね、動揺するんだよね。え？あれから？あれからかよ、みたいなこと言って。こっちは8時間経ってるよ。そっち何時間経ってんの？って言うとさ、あれからそうよな。10分かな。15分かな。なんて言うさ、結構いい加減なんだよね。だから、
そういうことで自分が分かってくるのは、死んで天界行きます、天界の時の流れって違うんだなってこと、今みたいにリアルに、そういうのことを、時たまだったらさ、佐藤君それあれでしょ、幻覚でしょとか妄想でしょってことになると思うんだけど、あのね、1年間ぐらいずっとこの毎日365日こうだったのね、朝から晩まで。で、いつでも俺は話しかければ答えてくれるの。朝だってそうよ。ママこう？ああって。今日金曜日だからもう多分忙しいな、夜な、とか。お前いつもこの辺走ってるな。ママこの辺の道覚えちゃったやん。お前がいつもこの辺り走ってから。ってこうって言うんだよね。で、あのドア開けるじゃない。俺タクシーの運転手だから、ドア開けるじゃない。お客さん乗ってくるよね。はい、いらっしゃい。はい、どうぞってこう言うじゃない。けど、赤坂までってこう言うじゃない。渋谷の駅から赤坂まで乗って。で、お客さんどうします？青山通りから行きますか？それとも六本木通りからまっすぐ行きます？え、赤坂は見つけの方ですか？とか、赤坂通りの方ですか？ってこう聞くじゃない。で、その間黙ってりゃいいのに、ママが話しかけてくるわけ。お前もどうのこうのどうのこうのって頭の中で喋ってくるわけ、テレパシーで。で、こっちお客さんがいるじゃない。で、俺お客さんに話しながら、赤坂通りでお願いしますってこう言う。赤坂通りですか？じゃあ、青山通りから、骨董通り入って、青山通り抜けていきます、青山通りじゃなくて、青山レーン抜けていきますねってこれ喋るわけ。で、はい、じゃあそれでお願いしますなんて言うわけ、お客さんが後ろで。はい、わかりましたって言いながら、ドアを閉めてるわけ。その間も、この右の方では、ママが頭の中の左の耳と、左の耳ではお客様とお話ししてます。じゃあお客様、青山通りから骨董通り入って、それから青山レーン抜けて、赤坂通り入りますね。近くまで行ったら、また、教えてもらえますかって言うと、はい、わかりました。って言うじゃない。それを、左の耳でお客さんと会話しながら、ママが右側で、お前はこれこれ、ああでこうでって話しかけてくるから、うるせえなと思うわけ。で、俺同時に、この右側の方からママがテレパシーで喋ってることに対して頭の中で答えてんのよ。あ、だからそれはこうで、ああでこうでって答えながら、口ではお客様とお話ししてるわけ。ああ、この感覚はね、普通の人には分かんないでしょ。今俺こう喋ってても自分が体験してることだけど不思議だもん。左後ろに一般のお客様がいて、で、なんかなんとなく右側の方からママがテレパシーで喋ってるような気がして、頭ではママと、頭の中ではテレパシーで会話してて、で、口ではお客様と会話してるっていう。で、これはだからもう、真っ昼間、朝の10時、11時、午後の2時、真っ昼間の青山骨董通り、青山通りからそのもう都会的な普通に車がいっぱいいる現実の世界ですよ。妄想とか想像の世界じゃないの。ピーピーピーって六本木通りなんて混んでるよ。その中でお客さんと世間話しながらママとも喋ってるわけ。ずっとママとママいるんだよな。お母様はそんなことない。忙しいみたいで、彼女はやっぱりなかなか忙しいんだよね。で、ママはずーっといたな。本を書き終わってから1年ぐらいの間、朝昼晩からずっといるの、ママは。だから、その間にすごく勉強、霊の世界とか、そういうことを今まで何にも勉強してきてないし、宗教とか俺全然興味ないから。うん。だから俺はもうよくアンチの人が佐藤和也カルトだとか、まあ、そう言うけど、カルトなんかできる？だって俺勉強してきてないのよ、霊のことも、宗教のことも。だから本を読んでキリスト教にすごい詳しい人が出てきたら俺が逆に聞くくらいじゃん。あ、そうなんだっつってね。あ、カトリックとなんとかは違うんですよ。あ、そうなんだ、うーんなんてね。でね、聞いてもね、俺もまた興味ないんだ。またキリスト教君詳しいねっつって、でも俺には関係ないしみたいな。だから、この機会に言うけど、俺はね、宗教を作ろうと思ってないから。宗教とか興味ないから。あの本にも書いたけど、俺が興味あるのは、音楽とか芸術とかだよねって言ってるじゃないよ、本の中でも。だから俺、自分が教祖になろうとか思ってないし。で、世の中にはね、超能力を仮に持ってても、宗教なんか作ってない人世の中にいっぱいいるわけじゃない。有名なとこで言えばノストラダムスさんは予言はできても宗教なんか作ってないし、中世のヨーロッパでなんかキリスト教以外のことなんかもしやったら異端って言われて火あぶりになるんでしょ。
だから今だってそうだけど、たくさん普通に超能力ある人はいくらでもいると思うんだけど、人間でもね、生きてる人間でも、みんながみんな宗教をやるわけじゃないと思うし、ほとんどの人は俺黙ってると思う。だって一般社会に溶け込んで上司の頭の中読めんのよ。何考えてっか。付き合ってる恋人の頭の中読める。過去まで見えちゃう。極端に言うと前世が見えちゃうのよ。それをいちいちさ、公表する？ほとんどのね、超能力ってね、だけど実務には役立たないと思うわ。ママがよく言うんだけど、人間の心なんて読めない方がいいっていう。読んでも何の得もねえって。うん、そうだと思う。読めない方が幸せかもしれないよね。で、ちょっと今日ママの話、そうしてて、ママって、俺が本書き終わってから1年か1年半ずーっと俺にいてくれて、もう一つ俺によく分かったことある。あのね、人間にはプライバシーなんてないんだよね。だってそうでしょ？見えない存在がいつも俺を見てんだよ。家に帰ってね、皆さん忠告しておきますが、家に帰ってエッチなビデオでも見てたら、それ全部見えちゃってるから。あなたたちは見られています。で、興味がなければあなたのところには来ないけど、例えばあなたたちの先祖や亡くなったお父さんやお母さんや恋人や、例えば親友は来るよ。来て、カズヤ何やってっかなって来るわけよ。エッチなビデオ見てりゃ、それは見られちゃうわけ。だから、でもそれを別にね、こうしょうがねえなとも思わないと思う。多分誰でも一緒だから。だから、いくら気取ってお化粧して、なんかもう上品なこと言ったって無理よ。もう、そういう人が家ではこうっていうのもうみんな見てるから。その透視能力者は。だからママもお母さんも見てるからさ。別に俺も気取らないわけよ。もうこうなってくると。心の、そうそう。あの本の中に出てくるあの先生っていう、ちょっと小太りのあの、名古屋のおばちゃんいたでしょ？ 14 歳の俺に、あなた、大人になったら本書くのよって言ってくれたあのおばさん。あのおばさんもそうだし、うちのお母さんもそうだけども、こういうふうに未来のこと言うのよ。あなたが、あなたは、例えばその20年後に、極端、例えばの話よ、これ。あなたは20年後に本書くのよって。その本は秘密の宝箱って言うのよって。で、その秘密の宝箱を読んだ女優さんがあなたに会いに来るのよって。で、その女優さんは、口ではこう言いながら、頭ではこう考えてたってこういうわけ。だから、外側から見てるカメラと、頭の中に、もう透視しながら言うわけ。そういうことだから、俺はだから、この間俺透視、あ、俺は予言なんかできないよって、この間言ったんだっけ？今日言ったんだっけ？忘れちゃったけど、まず自分は透視能力ありません、佐藤和也。それとね、透視能力もそうだけど、相手の心を読むことも現時点で俺はできません。だから、未来も見えないし、人の頭の中も覗けないけど、でも、お母さんやなんか教えてくれるから、あの子、口ではああ言ってたけど、本当はこう思ってるわよ、っていう具合。だからね、そういう人の、そういう人っていうのはやっぱいるから、我々に、人類はプライベートありません。逆に言うとね、心がけがいいっていうことは、逆に言うとみんな知ってるわけ。あの子いい子よって。あ、そうそうそう。じゃあ、例えばいいこと言うとさ、マリファナで捕まった子、なんだっけ？名前忘れちゃったの？あの女の女優さん。ああ、まあいいや、名前は言わなくてもいいか。この2020年のこの時点で、マリファナで捕まっ、マリファナだっけ？マリファナで捕まった、大麻で捕まった、あの有名な女優さん、若い女優さんって言えば、大体浮かびそうなもんじゃん。ちょっと俺本当にど忘れしちゃって名前出てこないんだけど、あの子、何年か前に記者会見で、どうのこうのっていう映画のことで、そしたら記者に態度悪いこと言っちゃったんだよね。別にとか。で、それがテレビにいっぱい流れたもんだから、態度が悪いっていうふうに。で、それをね、二十歳の時に、お母さんが言ってたんだけど、あの子ね、誤解されてるけど、印象悪いけど、あんな悪い子じゃないのよって。たまたまあの時機嫌が悪かったんじゃないのって。すごくね、
かばってた。あの子そんな悪い子じゃないわよって、悪い子じゃないわよって言ってたんで、二十歳の時に。で、俺この間何年か前にああいう風なことあって、イメージが悪い、あの風評があったけど、あ、この子って性格そんなに悪くないらしいよって。そしたらそういう風に言ってたのに、今回タイまで捕まっちゃったんだよね。で、なんだろう、もっとずっと若い頃からずっと常習犯でしたみたいなことをなんか言ってたみたいだけど、うちのお母さんは、俺知らないけど、うちのお母さんは言ってた。あの子、みんなにそういうふうに悪く思われがちだけど、そんなに悪い子じゃないわよって言ってましたよ。あの、名前はわかんないけど、あなた。だからね、まあ、よく思われてるっていう人も世の中にはいるでしょ。イメージのいい人ね。それからまた、今の彼女みたいに、世の中にあんまりよく思われてない人もいるでしょ。でも、わかる人にはわかるから。その心の中までも。わかる人にはわかる。もちろん神様にもわかる。当然だけど。あの、そういうことなんだよ。だから人間にはね、良くも悪くもプライバシーはないです。あ、また話が飛んだったな。こんな話する気なかったんだけど、お母さん、ママの話をしようと思ったんだよね。で、ママはね、俺が本を書き終わってから、まあ1年ぐらいずっと俺についてたんだけど、ある時、こういうことを宣言したの。兄ちゃん、もうママもお母さんも、お前に話しかけないよって。え、なんで？お前ノイローゼになりかけてるって。そんな、ノイローゼになりかけてる。なぜかっていうと、俺に魔物が、魔物って言うとまたこいつ頭おかしいんじゃないかと思われそうだけど、まあ、やっぱりその悪い霊体っていうのはいるわけ。だからそれを魔物と呼んでもいいし、悪霊と呼んでもいいけど、そういう存在いるのよ。で、特にまあ、俺には話しかけてくる。兄さん、兄ちゃんなんて話しかけてくるわけ。でさ、声はそっくりなのよ。喋り方もそっくり。だから俺、え？って思うわけ。そうすると、兄ちゃん、なんとかだよなんて言いながら、クスクス笑うのよ。クスクスクスって。で、笑い方がおかしいから、あれこれママじゃないなって思うわけ。だって笑わなくていいとこで笑ったらキモいじゃん。それに、なんかその笑い方もクスクスって笑いながら、ゲーゲーみたいに、気持ち悪い笑いに変わっていくの。明らかにこれはもうママじゃないなってわかる。で、ところが、笑い出す前は、声も全部そっくりだから、ちょっと俺ノイローゼになりかけたんだよね。それが、昼となく夜となくそうなんだから。さっきも話したけど、タクシーに乗ってるとき、兄ちゃんって聞こえてくるじゃん。で、それ、あ、ママかなと思ってると、ゲーゲーってやられると、キモいよね。やっぱり魔物なんだよ。で、魔物もね、遠くから、殺してやる。殺してやるなんて言ってるやつもいたりして、で、そういう風に魔物っぽい声で喋ってくると、あ、こいつこれ魔物だなと思う。やるならやってみろこの野郎みたいなことで、俺も念を飛ばすわけ。やるならやってみろよみたいなことでね。で、その場合はまあいいんだけど、一番嫌なのは兄ちゃんって言ってママのふりして来られるのが嫌で、ちょっとすごく一時ナーバスになってたんじゃないかなと。で、その時にママが言ったのは、お前ノイローゼになりかけてるから、もうママもお母さんもお前に話しかけるのやめたよって。お前がこれから修行してきちんと覚醒するまでは、お前ママたち話しかけないよって。そういうふうに言ったのよ。って寂しいなと思ったけど、その時心で安心したね。よかったって。もう一年べったりいろんな霊界の話とかいろんなことママに毎日365日いろいろ教えてもらったから、かなりも知識も出てきて、で、それでも魔物がなんかこう話、ママのふりをして話しかけてくることにもうんざりしてきて、で、まあその日常の生活をしながら頭の中ではテレパシーで話すっていうことにも結構疲れてきてて、で、そういうもう話さないよって言われて、ああ、わかったって言って。でね、不思議なことを言うとね、それっきり、あと一回だけまあまあ出てきたけど、でもね、簡単に言うとそれっきりお母さんは一回も出てこなかったな。話しかけてこないのよ。まあまあ、もうあと一回だけ出てきたことあるけど、パタッと要するに、あんなに日常生活から365日一緒にいたのに、それから話しかけてこなくなった。でもママ超えてたよ。話はかけないけど、お前と一緒にいるよって。ずーっと見てるよって。でもお前ノイローゼになってからもう話しかけることはやめるよって。もうでもこういうふうに言ってた。お前のことずっと見てるからな。お前が本当に神の子か。
救世主か、ママずっと見てるからなってこうやって言ってた。ああ、今の言葉聞くと一般の人たちは引くよね。何が神の子だって言うと思う。でもね、それでね、ママもお母さんも誰ももう話しかけなくなった。それでね、魔物はじゃあ話しかけてくるかっていうとね、魔物も話しかけてこなくなった。それなぜかっていうとね、ママもお母さんも話しかけてこないって決まったら、後から話しかけてくるのはもう魔物しかいないわけよ。だから、兄ちゃんなんか話しかけてきたら、あ、こいつ魔物だなって俺思うわけだよ。そしたらね、不思議なことにね、あんだけ頻繁に話しかけてきた魔物もね、話しかけてこなくなった。それからの俺の日常っていうのは、皆さんの一般の人たち同じだから、その意味では楽になった。うん。そういうことです。それでね、それをまた1年か2年してから、ふと振り返るとね、こういうことを思うんだよ。佐藤和也、統合失調症だとか、聞こえないはずの声が聞こえるっていうのは、やっぱ頭がおかしい証拠だと。で、そういうふうに、アンチの人は言うわけ。で、俺もそう思う。聞こえない声が聞こえるなんていうのは精神がおかしいんだと俺もそう思うわけ。で、でもふと気づいたことあるの。俺はね、いつも自分の頭を疑って精神病院行こうかなって思ったくらいよ。で、精神病院行って、あなた何ともないですよって言われたら、はっきりするじゃない。病気かどうか。で、俺昼間から、先生、俺昼間から、死んだ母親の声が聞こえるけどってこうやって言ったらさ、あなた病気ですねってなると思う。だからちょっと行ってみようかなと思うんだけどさ、でも1年間ずるずる病院にも行かないで過ごしてきちゃったでしょ。で、今度はママがお前に話しかけないよって言ったでしょ。それっきり誰も話しかけてこないわけよ。その時に2年ぐらいしてからこのことに気づいたんだよね。俺は治療もしてない、薬も飲んでない、病院も行ってない。それなのにママが宣言した通りもう声が聞こえなくなった。あれから 2,3 年したけど全然声聞こえないのよ。ってことは治ったんだ、病気が病気が治ったってことは、待てよ、治療もしてないのに病気が治ったってことは俺もともと病気じゃなかったんじゃないかってこう考えるわけ。どうでしょう皆さん、佐藤和也は統合失調症なのか、それとももともと病気じゃなかったのか、神のみぞ知るというところです。はい、また、不思議な話を聞いてください。佐藤和也でした。